じゃあ今日これで、ね、バイ。はい、OK です。おー、お疲れ様でした。お疲れ様です。いやー、疲れた。今日も飯行こう。行きましょう。あ、お疲れ様です。3人いるんだ。撮影？撮影です。はい。あ、ちょうどよかったから。はい、うん、いやいや、会った時に話そうと思ったんだけど、はい、なんかさ、もう知ってると思うんだけど、はい、結構本部にクレーム来てんのよ。わかる。竹田塾に。あ、聞きました。はい。え、分かってていい？そう、分かってがやべえじゃん。企画の内容がやばい。言葉とかも飛び交ってるしさ。そうですね。ね、竹田塾は公式でやってると思われてるのよ。うん、実際はプライベートでやってるじゃん。そうですね。そうで、はい、みんなが個人的にやりたいと、はい、ね。だからもう別にうちの会社は副業も OK だしいいよって言ったから。だけど、こんなに竹田塾に悪影響が出ると思わなくて、こんな塾通いたくないとか、なんかね、心当たりのある企画とかは。僕結構お尻出したりとか、うんうん、そういうのがあったんで、うん、そうか。あと天海さんの夏の思い出、彼女との写真とかですかね。おお、そういうことないですか。まあ、ちょっと大学名バカにしたりとか、うん、まあ、そういうことはしてるんで、うん、そうですね、ちょっと良くないなと思います。いや、別にプライベートでやってることだからそれはね、強制はできないけど、普通に悪影響が出てるからやめてくれないっていう、そういう話。僕ら一番最初、うんうん、去年の9月に、うん、3人で話し合ったんですよ、うんうんうん。どうしたらもっと自分たちの伝えたいことが多くの高校生受験生に届くかなってことを話し合って出た結論が、うん、新しいチャンネルを作って、うん、でそれプライベートでそれ頑張ってどんどん面白いことやっていって有名になって、うん、で10万人とか100万人とか多くの高校生が登録してくれるチャンネルになれば、うん、僕らが一番伝えたい部分っていうのは受験生を救うことなんで、うん、その正しい勉強法とかがその子たちに、うん、高校生の子たちに伝わるかなと。そう思って、うん、去年の9月からずっと頑張って休みの日割いてやってるんですけど、うん、で面白いことやらないと、うん、今の子たち見ないっすね。参考書に関わることでやればいいじゃん。面白いこと大丈夫だって、できるからね。やめよ、分かってて。これもう途中で終わりだよってなったら、なんていうんですかね、本当に生きていけないってわけじゃないですけど、なんだろう、こいつは一生童貞のままになっちゃいます。高田くんがね、そういう状態が続いたとしてもおかしいよね。これしかないです、僕らには。これストップさせられたら、うん、もう大丈夫だって。そんなWATTTVやらせてください。お願いします。いや、まあ、とりあえずその頭上げてね。いや、ごめんごめん、そんなそういうつもりじゃなかったんだけど。お願いします。でも早くさせる。そうされるとさ、そんなしたいの？やめていいじゃん、普通。彼女に反対されたりしてるじゃん。いや、彼女見てんのこれ。見てますね。見てんの？なんて言ってる？大変だねみたいな。そうだよね。山井先生の彼女なんて言ってる？楽しく見た。嘘、本当？面白いって応援してくれてるの？はい。山井先生はね、彼女いないからね。ほんとね、土下座までするとは思わなかったもんね。そんなやりたいんだなと思ってね。あと、じゃあこれから問題が大きくなったらもう一回お願いするけど、誤解が起きないように大きくテロップで竹田塾は無関係ですって書いてくれ。これからは分かって TV と竹田塾は無関係ですっていうのをちゃんとはっきり出して、その上で分かって TV 全力でやりたいと思います。これからも分かって TV よろしくお願いします。お願いします。塾長、ちょっとこんな時申し訳ないですけど、うん、今度分かって TV に出てもらえませんか。遊びますね。ちょっと出てほしい。みんなのプライベートに遊びに行くでしょ。そうそう、プライベートっていうことでしっかり高い人と関係ないですと、うん、プライベートで社長にお越しいただきましたと、うん、はい。確かに、まあね、塾長絶対面白い話できると思うんですよ。まあ、確かにちょっと出てみたかったんだよね。出たかったんかい。問題ない企画だったらいいけどね、はい、悲しむ受験生もいると思うからさ、うまいこと頼むよ。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。